皆さんこんにちは。今日は中森明菜さんのことについて紹介します。まずは中森明菜さんの経歴とプロフィールから紹介します。中森明菜さんは2010年からパチンコ台のタイアップキャラクターとして契約されています。2021年には新しいパチンコ台中森明菜歌姫伝説ゼブステゲンドもリリースされました。有名芸能人なら前払いの契約金が数千万円から1億円。沈黙を破った伝説の歌姫が芸能関係者に衝撃を走らせている。8月末に自身の SNS で新たな個人事務所を設立したと活動再開の第一声を放った中森明菜だが、ワイドショーデスクは戸惑いを隠せない様子で話す。 NHK では今年4月から89年の明菜のコンサートが3度も再放送されるなど下準備もバッチリ。水面下ではすでに出演交渉が始まっているという民放局ドラマプロデューサーが重い口を開く。精神的にも肉体的にも不安定な彼女は生出演では使えないというのが現場の一致した意見です。彼女は過去にドラマに3回出演していますが、特に最後の作品では遅刻、早退、連絡が取れない、失踪事件まで起こし、収録の現場は大混乱に陥った。台本など頭に入れてこなくても、とにかくスタジオに来てほしいとお願いしたのは、業界でも彼女と玉置浩二くらいです。以降、生で明菜は使うなという鉄則があり、その教訓は今なお生きています。15年の紅白では、ニューヨークから新曲「ロジョティエラ」の成果を日本に届けたが、紅白ではこれまでもレディー・ガガやサラ・ブライトマンなど海外アーティストのほか、MR.Children、星野源なども収録でお茶を濁している。今回の明菜も海外からの中継が噂されていますが、出演するにしても同様の演出になるでしょうね。往年のファンは80年代ヒットメドレーを歌う生明菜の登場を望むのだろうが、大晦日の NHK 紅白歌合戦で4年5ヶ月ぶりに公の場で歌を披露した中森明菜が、9日放送の NHK 特集番組歌姫復活紅白裏側完全密着 SP で再びテレビに登場した。米ロサンゼルスに滞在している明菜を昨週から密着取材した映像や紅白での生中継の舞台裏が明かされた。そうなると次はファンの前に出て元気な姿を見せ、新曲を歌えば完全復帰となるのだが、実情を知る関係者はまだそこまでの段階とは言えないと話している。一体何が歌姫のステージ復帰を妨げているのか。特集番組中森明菜歌姫復活では明菜が紅白で復帰するまでの苦悩と決断の様子がドキュメンタリーとして放送された。ロサンゼルスに滞在する明菜に昨週から密着取材していたという。この番組が明菜ブームをさらに後押ししそうだ。昨年巻き起こった明菜ブームを超えるかもと期待されているのだ。先日発表された紅白歌合戦の瞬間視聴率で明菜は 42.9% の高視聴率を獲得。大トリを務めた松田聖子の 47.5% には及ばなかったものの、楽曲の売れ行きは群を抜いていた。明菜が紅白で歌った新曲「ロジョティエラ」は1月21日の CD 発売を前に大晦日に配信が先行する形で発売された。紅白直後のデイリーチャートでは iTunes で6位まで上がっていたし、レコチョクでは3位まで行っていた。週間チャートでもいいところまでは行くんじゃないか。紅白効果で一気に伸びを見せたという。紅白効果で伸びを見せたのは世界の終わり、サザンオールスターズ、中島みゆき、明菜の4組。そう考えれば明菜が紅白に出たことは大成功でしょうと同関係者。しかもこの動きは21日発売のシングル、28日発売のアルバム歌姫4枚エッグベネディクトにも好影響を及ぼした。所属レコード会社関係者は紅白後に問い合わせも多く、急遽初回出荷枚数を予定よりも増やしましたという。今後はこの流れをさらに拡大させるためにも、ファンの前に明菜が元気な姿で現れ、
プロモーション活動をすることが重要となる。だが当の明菜本人はまだその段階ではない。明菜が帰国していないこともあり、まだ本人が活動するかどうかの話し合いもできていないと、話は進んでいないという。気になるのは体調面だ。ある音楽関係者は、まだ人前に出てきて話したり歌ったりするのは難しいのが実情のようです。特に気にしているのが患っている帯状疱疹の症状だというんです。明菜は2010年9月に重度の帯状疱疹を患い、3週間ほど入院。今回の紅白出場前、 NHK のサミゾ・タカシエンターテインメント番組部長は、帯状疱疹の影響は全くないはずと話したが、実際はファンの前に現れるまでには回復していないという。9日の番組内で明菜は現在の体調について、おかげさまで今は大丈夫です、結構仕事がかなりハードなんで、これが終わったらゴーンと来ちゃうかもしれないですけどと表現。休養中を、気持ちは体と一緒に動くので、いくら気持ちが据えていても体がついてきてくれないと無理なので、気持ちはずーっとありましたから、みんなきっとどうしてんだろうなって思ってんじゃないか、早く早くって思っても体は無理なので、気持ちはずっとありましたと振り返った。紅白は NHK のスタッフが密着する形で説得したこともあって実現できたと言われている。明菜に安心して歌わせることのできる環境を整えたからとも言えます。ですが、ファンの前に出るとなると、明菜の症状の詳細は明かされていないが、細やかな神経の明菜だけに心配は残るという。発疹の後も他の人から見れば問題ないレベルかもしれないが、明菜さんの中ではちょっとした痕跡も気にするでしょうし、人前で歌うとなれば過度なストレスが加わる。周囲はもし再発したら大変という危機意識もあるでしょう。ファンの前に出る決断はなかなかできない。昨年8月のベストアルバム発売イベントを明菜不在の中で盛り上げたミッツマングローブは、いなくてもこれだけ売れちゃう、それだけすごいってことですよねと感心していたが、今後も本人不在のまま明菜ブームが継続するのかもしれない。テレビ復帰はしたものの、本格復帰までの道のりはまだまだ遠そうだ。中森明菜さんは2010年10月に活動休止を発表されました。体調が思わしくないということが原因でしたが、その後は2014年の年末の紅白歌合戦のスペシャルゲストとして登場したりと、ファンを楽しませようというお人柄がうかがえます。2015年1月にはアルバムを出すなどされましたが、2018年以降再び芸能活動をセーブしています。そんな中、中森明菜さんは年収が1億超えという声があります。確かに活動しなくても暮らしていけているということで、ある程度の収入がありそうですよねと、中森明菜の現在を調べたらどえらい収入あるらしくて、ビビったいくら昔引っ張りだこもいいとこだったり、今 CD-DVD サブスクなので入ってくると言ってもすごいや。やはり中森明菜さんの現在の収入などについて気になっている声が多くあるようですね。中森明菜さんの収入源を調査してみました。中森明菜さんの収入源は4つあるようなので詳しく見ていきましょう。歌手に入ってくる歌唱印税ですが、1% 程度で、あまり多くはないと言われています。歌手に入ってくる歌唱印税ですが、1% 程度で、あまり多くはないと言われています。また、レコード会社との契約が切れてしまうと、印税は入らなくなるようです。中森明菜さんが一番活躍していた頃のワーナー、パイオニアとの契約は1998年に切れています。中森明菜さんの2020年の CD の売り上げは1万枚と言われています。印税での収入は推定で30万円と言われています。音楽配信サービスで中森明菜さんの歌を聴くことができますが、印税が入るのはレコード会社です。以前の所属先のレコード会社から印税が入るなら、もっと多くの印税が入っているでしょうね。中森明菜さんはディナーショーを2016年と2017年に開催しています。以上の利益を出したと言われています。昨年は手探り状態でしたが、5000万円以上の利益を得たといいます。
今年はおおよそ倍の公演数で1億円以上を狙う、さすがの動員力です。ディナーショーだけでも相当な収入があったことがわかりますよね。中森明菜さんはファンクラブをされています。以前のファンクラブ会員番号が5万台という方もいました。ファンクラブは運営元が何度変わっているようです。継続して入会している方が仮に5000人だとしても6000円 ×5000 人3000万円となります。経費などを引いても十分に収入に入りそうですね。ファンにとっても大切なファンクラブですが、中森明菜、携帯電話も持っていないため、長らく業界では音信不通だった、持病の帯状疱疹もあり、業界では存在を忘れられた、伝説の人、になっていました。もちろん、このタイミングでの活動再開の報告は、年末のあの番組での復帰を視野に入れてのことだと思いますが、今年は明菜にとって、82年にシングル、スローモーションでデビューしてから40周年のアニバーサルイヤー、にわかに年末の紅白歌合戦の目玉として注目されている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。